どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は武道家マームの理想的な絆の記憶のセットができましたのでご紹介します。まず一つ目に空手ネズミ治癒、攻撃力48上がって、さらに移動速度が上がるというなかなか珍しいやつですね。それプラス勇者は常に強くあれ、攻撃力と必殺技ゲージの増加量がアップします。で、これが結構重要かなと思います。名声は後から、攻撃力がアップして HP 吸収 7% ですね。で、さらにさらば孤独の戦士で HP 吸収が 11% と攻撃力と HP が上がる。で、最後のチャンスで攻撃力を、底上げしまして、最後の先行劣化剣の初披露、これによって HP 吸収がまた 11%、合計で 29% HP を吸収する構成になってます。それでは早速行ってみましょう。それではザムザ行きますね。もうとにかく、HP を吸収しまくるという戦い方ですね。一応ベホイミもついちゃいるんですけども、ベホイミはいらない。もう基本的にこの、通常攻撃のみで削って HP を回復していく、そういうやり方ですね。まあ、若干ダメージを受けることも多いと思います。でも全然大丈夫、ダメージは受けるけども HP 回復量 30% ぐらいなんで、すっげえ回復しますもんね。よっしゃー、もう最後はおせおせですね。 OK、 いくぞ。おお、仕留めきれなかったいやでも終わりです。はい、ということで今日は武闘家マームの理想的な記憶の絆のセットでした。まず一つ目が空手ネズミ治癒、そして勇者は常に強くあれ、名声は後から、さらば孤独の戦士、最後のチャンス、先行劣化剣の初披露、これでまあ間違いないと思います。うん、他もちょっと試してみましたけども、やっぱりね HP をガンガン吸収して戦っていくっていうのが、マームには合ってるっぽいので、まあこれが理想的かなと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。